熟進は、テラプロジェクトが、2011年7月、大阪府国生命ビル4階に開設した第三、世代大学。熟生対象者は、子育てや納税、ボランティアなど、社会貢献を果たし、充実したゴールデンエイジ設計に意欲を持っている、一般市民。熟進講義風景大阪梅田、府国生命ビル4階の社会貢献施設、町ラボで開催されている。 市民講座。2011年7月から開校しており、産学連携活動支援を手掛けている、社団法人テラプロジェクトが運営している。第三世代大学と名打ち、同社団の、もの作り、こと作り支援活動の一環として、植物、食品、財産、薬などに関する講座を、第三世代や主婦層を中心とした、一般市民向けに開催されている。 解説目標として豊かな生活を築き上げる上でより密なコミュニケーションが必要でありそのコミュニケーションを通じて人が人を育てることの重要性を認識することを掲げており第三世代の人々や子育てに一段落ついた主婦等にゴールデンエイジを築くのに役立つ情報を提供するとしている第三世代大学とは中高齢者が 再度学びの場に戻り知識を吸収する場である。ヨーロッパなどで2000年前後から主に著名大学を中心に多くの講座が開かれている。第三世代大学、熟進では中高年に加え、日本では特に専業主婦人口が多いという状況を考慮し、これらの主婦層を含めた層を対象としている。5科目の開講科目のうち、 植物学基礎編及び植物学園名編を受講した熟生には塾を運用している社団テラプロジェクトが連携協定を締結している組織と連携のもと体験授業を課しテラプロジェクト管内の植物育成ボックスを実践の場として活用し習得した地技を実践することによって専門的な植物育成技術を習得する予定となっており 開校科目を補完する形態としている。また、財産総合学を修了した熟生向けの実践講座が別途開校している。熟進の開校の原点については、我が子に対する親の役目であり、野口秀夫我が国が誇る、国際人に育てた小林久志の尊敬に値する、小学支援や関西の生み出した谷町精神につながっているとしている。また、 個人や企業等法人の賛同を得て、個人奨学金、企業等奨学金制度を設けている。谷町奨学金の特筆すべき点は誰もが谷町になることができ、さらに出資者である谷町自身が小学生を選ぶことができる点である。人が人を育てるという思想は、家族の絆、地域の人と人とのつながりを強化するだけでなく、会社や法人が、 社会貢献のための重要な役割を担っており、実社会において、ステークホルダー間の結びつきを増強することができる。熟心では、科目修了者には、科目修了証書が、全科目修了者には、熟心修了証書、新ディプロマが授与される。また、植物学に科目を修了した熟成には、食、食、健康関連の産学連携活動支援施設のある、 大阪府国生命ビル館内のグローボックスを使用した室内緑化の実習などを行う新たな実践講座の受講が可能になる予定とアナウンスされている。また、財産総合学を修了した熟生向けの実践講座が別途開講している。対象者は人生を子供の第一世代、現役就労者である第二世代、定年後の第三世代と分けた場合における。 第三世代とともに、子育てを終えた、専業主婦層などもターゲットにしている。1科目は、週1回の講義10回分で構成され、2019年5月、現在、第17期目が開校中であり、食品栄養学、アンチエイジング学、スーパーフェード学、健康薬学、財産総合学の5科目48講座と、特別講座3講座が実施されている。 各科目は年に2回、内容を変えながら開講されている。ありがとうございます。